タリアガイドミメです。本日はイタリア初心者は絶対知っておきたいイタリアの新幹線フレッチャロッサ徹底解説。イタリアで切符の買い方、電車の乗り方、さらにすり対策まで私イタリアガイドミメが徹底に本日解説したいと思います。本日の目次でございますが、皆様イタリアに来たら絶対乗るでしょうイタリアの主要観光地を移動するには、このイタリアの新幹線フレッチャロッサを使うと思います。ですので本日は初心者の方のためにも、日本とは全然乗り方、切符の買い方などが違いますので、本日はそれを徹底的に解説したいと思います。これを見ることによって、イタリアに来てこんな乗り方だったの、失敗した、電車に乗り遅れたなどの失敗を防ぐことができ、安心してこのイタリアの新幹線に乗って旅行することができると思いますので、ぜひ皆様この動画最後まで見てくださいね。さらに本日はこの動画の最後には、よく皆さんから質問があるんですけれども、知っておいた方がいいイタリアの新幹線に乗る前の降り対策の方法3つというのを、私イタリアガイドミメが皆様に伝授いたしますので、ぜひこの動画最後までご覧くださいませ。私イタリアガイドミメの動画では、このようなイタリアの便利な情報、お得な情報などを配信しております。そして週1回のイタリア現地からの生ライブなどもお送りしておりますので、まだチャンネル登録されていないという皆様、ぜひチャンネル登録といいねをお待ちしております。そして概要欄からは、イタリアガイドミメが運営いたしますイタリア観光完全プライベートガイドサービスや、イタリア語オンラインプライベートレッスンなどもやっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。また将来のイタリア旅行を 200% 満喫できる無料資料というのも配布しております。ぜひそちらも概要欄からチェックしてみてくださいませ。それではワクワクドキドキ、このフレッシャロッサの徹底解説見てみましょう。フィレンツェサンタマリアノベッラ中央駅の正面がこちら。それでは駅の構内に入って、切符の買い方、電車の乗り方をご案内しましょう。こちらビリエッテリアというところで、窓口があって自販機があるので行ってみましょう。フレッチャロッサの切符の買い方3つあります。まずは1つ目、駅でこちらのチケットオフィス窓口で買う。本日は空いていますが、この人がいるところ、もちろん英語も可能です。日本語はダメです。一度この番号札をもらって、あちらの人のいるところでチケットを購入することができます。ここでですね、ナンバーを取って、そして A051 となったら14番の窓口に行って、ローマに行きたいと言って買うことができます。ただし気をつけなければいけないのが、当日券でもしかしたらもう売り切れている場合もありますので、その場合かなり電車を待たなければいけないかもしれません。やはり全席予約が必要ですので、あらかじめ買っておくことをお勧めします。2つ目のチケットの買い方はこちら、自動販売機で買うことができます。フレッチャロッサはこのトレーニイタリアというところで買います。気をつけなければいけないのが、こちらはイタロです。こちらがトレーニイタリアですので、フレッチャロッサに乗りたいときはここで買いましょう。ちょっと難しいので説明しますと、ここに英語、日本語はないのでですね、なぜか中国語ありますが、この自動販売機はまずはスリに気をつけましょうと言われています。バイユアチケットになって、今日はローマテルミニに行きますので、ワンウェイかラウンドトリップで往復かを入れます。ここが大人1人子供の金額になります。コンティニューを押すと、ここからフレッチャロッサが全部出てきますので、私はこちら8時33分、これねエグゼクティブとかすごい高いんですけど、スタンダード行きたいと思います。今日は空いてますね。なんか11ユーロ出すといいベーシックのプレミアムになるよと言いますけども、いらないよと言ってですね、ここで名前を
入れなければいけないんです。これが面倒くさいんですよ。わざわざノミネーションになってますので、へのへのモフィジでもいいんですけどもね。そしてモバイルフォンのナンバーも入れなければいけません。そして電話番号も入れるとやっとこの場面に入ってきますので、これでいいよと。それか席を選ぶことができます。例えば12番空いているのでコンファームします。そしてこのまま行きます。55ユーロでパーチェスしますと、このコンディションにアクセプトしてカードかキャッシュが選べます。キャッシュの場合は500ユーロまで使えますが、カードはビザかマスター、 JCB もダイナーズも使えますね。結構いろいろ使えるんですが、一応お客様の中でスキミングが怖いという方、まあ結構スキミング最近はなくなってきますが、ここでですねカードを入れてパーシェスすることができます。オンラインでのフレッチャロッサのチケットの買い方をご案内いたします。フレッチャロッサのオフィシャルリンクは概要欄に貼っておきます。出発駅はフィレンツェ、サンタマリアノベッラを選びます。そして行き先はローマ、テルミニ駅を選びましょう。日付はなるべく早割りを利用するために 2,3 ヶ月前には購入するようにしましょう。例えば本日3月で2ヶ月後の5月を指定してみました。どれぐらい安くなるのでしょうか。5月14日のサーチを押しますと、これだけたくさんの時刻が出てまいりました。ここで気をつけなければいけないのが、必ずフレッチャロッサを選んでください。フレッチャロッサと書いていないのはローカル線です。時刻をクリックするとこんなにたくさんの料金表が出てきます。早割を利用するには一番安いスーパーエコノミー 27.9 ユーロをクリックします。少し余裕がある方はできればエコノミーではなくビジネス、どうせ 36.9 ユーロと早割だと安いのでビジネスの方をおすすめします。注意していただきたいのが、スーパーエコノミーは一切返金変更聞きません。ベース料金の50ユーロを出すと返金や変更ができる料金なんです。ただもう旅程が決まっている方はそんなに変更もないと思いますので、スーパーエコノミーで節約もいいと思います。座席指定をしたい方は右下のチューズシートを選びましょう。そしてコンティニューを押すと、なぜかこのオファーが出てきます。3ユーロでプレミアムにアップグレードできる。必要ない場合はウィザウトチェンジングを押します。ようやく座席の指定場面になります。なんと2等車は事前に予約すると1席2ユーロの料金がチャージされます。安く済ませたい方は席を指定しない方がいいでしょう。でもカップルや家族で旅行されている方は一緒に移動したいですよね。その場合は座席を予約しましょう。ランダムになると別の車両になってしまう場合もあります。次は名前や連絡先を入れる欄になります。米印のついたところは必要欄です。名前や E メールを入れていきます。やっと購入場面にたどり着きました。決済はクレジットカード、ペイパル、アップルペイなどが可能です。コンティニューを押すと、帰りの電車も買いますかという質問が来ます。いらない方は左側を押します。今回はクレジットカードを選びましたので、カードの内容を入れてください。これでやっと購入完了です。メールアドレスに PDF のチケットが送られてきます。念のため印刷しときましょう。チケットを購入したら次の難関がこちらです。イタリアでは時刻ギリギリにならないとホームがわからないので、こんなだけ人が待っているのは、こちらの時刻表をホームを待っているんです。今から見方をお教えします。時刻表は2つあるので気をつけてください。アライバル到着です。私たちは出発するのでパルテンツェデパーチャーを見るようにしましょう。まず自分の電車番号、これが左にありますね。私たちはこのローマテルミニ8時33分のを買いましたので、これに乗りますが、今日はディレイ遅れはミラノ行きが5分遅れてるだけラッキーですね。一番右です。このプラットフォーム274というのがホームの番号になります。私たちのはまだ出ていないのでしばらく待ちましょう。最近ここイタリアの主要な駅は改札ができました。まずは自分のチケット、ここで買ったのだったらチケットを見せて、スマホで最近 QR コードを見せることもできますので、ここから入ります。日本と違ってイタリアの主要駅は終着駅形式になっております。こちらが赤い矢と呼ばれるイタリアの新幹線です。素晴らしい。この新幹線に乗ることができますが、こちらにまず号車名が書いてあります。これが8号車ですね。なので私たちは4号車になりますので、ここから4号車分歩かないといけません。やっと
私たちの乗る4号車にたどり着きました。まずはこの階段を重いスーツケースを持って上がります。こちらから4号車に入りたいと思います。そして18なのでこちらになります。割と本日は空いていますね。ちなみにスーツケース置く場所がこんなちょこっとしかありませんので、上の方に乗っけられますが、この小さい私のスーツケースだったら入れるんですけれども、大きいのは無理ですので気をつけてください。ちなみにここにスーツケースを置いて遠くに座ると不安ですよね。なのでここに結びつける自転車のワイヤー、これを持ってくることをお勧めします。やっとフィレンツェ駅を出発しました。車内の様子ですが、まずはこういった広いテーブルがあります。ちなみに今回はベースですから、エグゼクティブとか乗るとすごいもっといいです。ここにゴミ箱がありますし、足置きもありますし、そして何よりもこちらちゃんとですね、 USB の充電器と携帯を充電するところがあります。こんな感じです。こっち側の人はテーブル席もあります。これから電車の旅が始まります。ちなみに今上の方にスーツケース割と大きめのを入れている人を見かけました。ただですね、車両によってはもうちょっとスペースが小さいので、やはりスーツケースは本当に大変です。やっとフィレンツェサンタマリアノベッラ駅からラッキーなことに時間通りに出発はしたんですが、出発してから5分もかからないうちにこのフィレンツェサンタマリアノベッラ駅の後でレールの故障のために、普通の高速電車のレールではなく在来線のレールを使うことになった。ローマまでおそらく45分の遅れという車内放送が入りました。イタリアではだいたい40分の遅れは遅れとみなされませんので、旅行のプログラムは余裕を持って立てることをお勧めいたします。と車内サービスがやってまいりまして、見てください、このようにスナックと簡単なお水、そしてアーモンド、そしてこんなお手拭きが渡されました。なぜかというと今日はベースではなく私プレミアムというのに乗ったからですね。早速ですが、もう車内でこうやっていただいたですね、まずは手拭きをこうやって、すっごいこれ消毒薬の匂いがしてむちゃくちゃ殺菌されそうです。そしていただいたこのお菓子、ちょっと興味津々で食べてみたいと思います。こんな感じです。じゃーん、ポテトチップスかと思ったらなんかサルデーニャのグラノドゥーロという小麦を使ったポテトチップスです。うん、美味しい。そしてこれがちっちゃいお水、これぐらいのサイズがちょうどいいですよね。一等車に乗ってコーヒーとか紅茶飲めた方がいいかなとは思います。電車に乗っていると車掌さんがやってきて電車のチケットをコントロールしていきます。私は携帯に入っている QR コードを見せますが、普通のチケットでも大丈夫です。ここが一等車の席になります。やっぱり広いですよね、こういうぐらいがいいと思います。ここにも一応2-3になっていますので、すごく広くてスーツケースのところもちょっと広めですね。ですので一等車ちょっとしか変わらないんだったら、一等車おすすめです。サイレンスエリアというところがあって、ここはすごく静かにお仕事ができる場所です。やっとローマテルミニ駅に到着いたしました。やっとテルミニ駅に到着いたしました。皆様、83分遅れ。ただイタリアでは遅れは当たり前、最悪な時にはキャンセルもあります、ストライキもあります。日本では考えられない遅延やストライキで
キャンセルされることやこういった遅延、故障による遅延はもう日常茶飯事でございますので、必ず予約するときは余裕を持って電車を予約するようにすることをお勧めいたします。いかがでしたでしょうか。このイタリアの新幹線フレッチャロッサの乗り方、切符の買い方、徹底解説の動画をじっくりご覧いただきました。私に乗った電車が83分遅れというですね、もう疲れ果てました。ちなみにこのトレーニイタリアは60分以上の遅れの場合 20% の返金があるそうです。ただ手続きいろいろしなければいけないのでちょっと面倒くさいんですけれども、クレジットカードで買った方はクレジットカードにたった 20% ですけれども返金があるかもしれません。ということで本日この動画の最後には、私イタリアガイドミメが教えるイタリアの新幹線フレッチャロッサに乗る前のスリ対策3ポイントダジャレじゃないですよ、3つのポイントを皆様にお教えしたいと思います。新幹線に乗る前のスリ対策のポイント1、ご覧いただいたようにスーツケースを置く場所がちょっと席から離れますので、スーツケースがちょっと取られるか心配だわという方、100均とかで売っている簡単な自転車のワイヤーありますよね、重くないやつでいいんですけれどもね、軽量のやつで持ち運びできるやすいやつで、スーツケースとそのスーツケースの置き場にの棒みたいなのがあそこにくくりつけて、安心して持っていかれないようにちょっと席が離れてもちょっと1時間とかね寝られるようなリラックスできるようにしていくのがポイントです。まあスーツケースだから盗まれないんじゃないの、あんな重いのにと思ってらっしゃる方、何年か前ですけれども私のお客様ご夫婦で旅行されていて、やっぱり遠くにスーツケース、スーツ置き場に置いといたら旦那さんの分だけなくなってだというのを聞いたことがあります。ですので、あ、スーツケース盗まれるんだ電車の中からと私もその時思いましたので、やっぱりね、皆様こういうことも起こっておりますので簡単なワイヤーを持ってくることが便利です。ポイント2、やっぱり電車の中でいろいろ携帯電話とか触ってですね、例えばテーブルの上に置いたまま寝ちゃったりとか、あの充電ができますのでね、充電器をリチャージしながらですね、またどっかトイレに行ったりは絶対してはいけません。携帯電話置いていく人ってやっぱりね、どなたかお友達とかご家族とかで移動されている場合はですね、これ見ててと言えばいいんですけど、お一人で旅行している場合とか、そういう時ね、ちょっと気を抜いて電車の中で疲れちゃって寝ちゃったりしてね、携帯電話を盗まれないようにしてくださいね。実は私の例ですが、この前ね、充電器をそのままにして、充電器は盗まれないだろうと思ったんですよ。で、携帯電話とかカバンを持ってトイレに行きました。帰ってきたら充電器がない。結構ね、私の使ってる iPhone の充電器ってオリジナル結構高いんですよね。で、ないと思ってですね、隣の乗客の方に、あの私の充電器知らないって言ったら、その隣に座ってた家族の方が持ってっちゃったよって言って、まあ盗まれたわけじゃないんですけど、多分自分のと間違えて持ってっちゃって、ギリギリ入り口にいたので出ようとしてたので、で私のリチャージって言ったら返してくれました間違いではあるんですけれども、やっぱり充電器とかも気をつけるようにいたしましょう。ポイント3つ目、何度も言っていますが、貴重品は腹巻きもしくは首掛けタイプの貴重品入れに入れて新幹線に乗るようにいたしましょう。あんまり日本ではしないので、首が疲れたり、またなんか腰にね巻かなきゃいけないからちょっとこう暑くなったりですね、夏はね嫌なんですけれども、やはりパスポート、現金、クレジットカード、こういった盗まれたくないものはですね、やっぱりもう身につけてですね、人から取られないように移動するようにしましょう。なぜかというと、過去の動画で一度紹介しましたが、電車に乗って上に棚、荷物を上げたりですとか、そういった時にね、こうすれ違ってこうポケットの中だから盗まれるみたいなね、動画をすごい前に出したことがあるんですけれども、あのそういった隙がねいっぱいあるのが電車の中なんです。もちろん今は改札もできましたし、あのチケットねないと入れなくなったりしましたが、イタリアだといろんなところにいるんです。本当に展示会で
指定の人しか入れないところでも日本人の方盗まれてます。どうやって泥棒入るの？イタリアだとね、どっからかネズミの穴があって入ってくるんですよ。なので改札があるから大丈夫と思っていたらいけません。必ず貴重品入れ、腹巻きか首のかけるタイプ持ってくるようにしましょうね。ということで本日も私のこの動画最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。アリベデルチ、アラプロシマ、チャオチャオ。